明日で。それは雪の降る学校帰りのことでした。帰り道を歩いていると、木の下に一つだけ種のようなものが落ちていました。雪を払うと、それはどんぐりでした。冬なのに、どうしてどんぐりが落ちているんだろう。こうすけくんは不思議に思いましたが、それよりもどんぐりが寒くて震えているように見えてかわいそうだと思いました。そうだ、お家なら寒くないよね。こうすけくんはどんぐりを連れて帰ることにしました。お家に帰ると、こうすけくんはどんぐりを暖かいところに置いてあげました。するともぞもぞと動き出しました。何か言いたそうです。お口がないから喋れないんだね。こうすけくんはどんぐりにお顔を描いてあげました。するとどんぐりは嬉しそうに喋り出しました。助けてくれてありがとう。寒くて寂しくてもうダメかと思ってたんだ。君のおかげだよ。あ、君は誰？僕はこうすけだよ。もう寒くない？もう寒くないさ。でもお外はまだ寒いから、しばらくこうすけくんのお家にいてもいいかな。うん、いいよどんぐりくん。こうすけくんは元気いっぱいに答えました。それからこうすけくんとどんぐりくんは毎日毎日一緒に過ごしました。こうすけくんはお家に帰るのが楽しみになりました。春になるともうポカポカです。一緒にお外にも出かけました。夏になると暑いのでプールに出かけました。泳げないどんぐりくんを助けるために、こうすけくんは一生懸命潜りました。そして秋になりました。どんぐりの季節です。でもどんぐりくんはどこか寂しそう。どうしたの？とこうすけくんは心配そうに聞きました。するとどんぐりくんはこう答えました。もう仲間のところに行かなきゃ。こうすけくんとお別れしないといけないから寂しくて悲しいんだ。お別れなんてやだよ、ずっと一緒にいてよ。こうすけくんは必死に引き止めようとしました。どんぐりくんのことが大好きだったのです。ありがとう。でもママに会いたいんだ。こうすけくんのことは大好きだけど、ママのことも大好きなんだ。ママのことが大好きなこうすけくんはもう仕留めることはできませんでした。ママに会わせてあげたいと思ったこうすけくんはどんぐりの木まで送り届けてあげることにしました。学校帰りに雪をかぶっているどんぐりくんを見つけたあの木です。いよいよお別れの時が来てしまいました。今までありがとう、とっても楽しかった。こうすけくんのことずっと忘れないよ。どんぐりくんは精一杯感謝の気持ちを伝えました。僕も忘れないよ。こうすけくんは精一杯悲しい気持ちを我慢しました。こうすけくんはどんぐりくんが見えなくなった後もどんぐりの木の下で一生懸命手を振り続けました。それからこうすけくんは学校帰りにどんぐりの木を通るたび、どんぐりくんのことが気になって仕方ありませんでした。落ちているどんぐりを見渡しますが、顔のあるどんぐりはありません。落ちているどんぐりは毎日増えていきました。こうすけくんは思いました。これならまたどんぐりくんに会えるかもしれない。次の日もまた次の日も探し続けました。でもやっぱり顔のあるどんぐりは見つかりません。こう
すけくんは諦めて帰ることにしました。その時です、こうすけくん、こうすけくんはとても喜びました。またどんぐりくんに会えたからだけじゃありません。どんぐりくんはママを見つけていたのです。そしてこう言いました。こうすけくんにお願いがあってもう一度会いに来たんだ。ママがこうすけくんにお礼をしたいみたいなんだけど、このままじゃお話できないからさ、僕の時みたいにお顔を描いてあげてほしいんだ。うん、いいよ。そう言ってこうすけくんはどんぐりくんのママにお顔を描いてあげました。するとどんぐりくんのママは起き上がり、こうすけくんに言いました。本当にありがとうね。おかげでまたこの子と一緒に暮らせるわ。こうすけくんは二人の幸せそうな様子を見て、あの時どんぐりくんをどんぐりの木に返してあげてよかったねと思いました。今度こそ本当のお別れです。でもこうすけくんは笑顔で手を振りました。こうすけくんは大好きなママに会いたくなって走って帰りました。おしまい。チャンネル登録、いいね、コメントもお願い。